伊藤都次郎は、日本の民間航空のパイオニアである。伊藤飛行機研究所を設立し、多くのパイロットを育てるとともに、国産機の開発にも努めた。現在の大阪市南区にある、恵比寿町で生まれた。1904年に、大阪市立恵美人城高等小学校を卒業後、同、鉄地金賞の佐渡ヶ島商店に勤める。 17歳であった1908年11月23日、道頓堀の朝膝で、ライト兄弟の飛行を写した活動写真を見て、飛行機に興味を持ち、1909年9月の1万、長方の、奈良原式飛行機発明の記事に感動して、奈良原密治に上院としての採用を求める手紙を書き送った。奈良原の勧めにより、野学の講師学校で、 機械工学を学び、奈良原とは文通での交流を継続した。商家に勤めながら、航空の道を目指し、1910年に19歳で、上京。東京飛行機製作所の無給職員として、奈良原密次に、弟子入りし、奈良原の航空機の製作を手伝った。当初は、雑役係を務めていたが、1912年に3ヶ月の兵役を終えて、 職場復帰すると、志賀清志からの教えを受けて、民間飛行士第2号の資格を取る。奈良原三次が航空会から引退すると1915年1月31日に、現在の千葉市三浜区に、伊藤飛行機研究所を創立し、独立。兄弟子の白戸栄之助から、白戸式朝日号の発注を受けた。 伊藤式 M1 型1915年11月に自らの出身地の名前を付けた伊藤式 M1 型を制作し1916年1月8日には東京訪問飛行を行って飛行家として有名になった1917年には民間発の夜間に飛行にも成功するが同年9月30日に発生した台風によって施設が 壊滅的な被害を受け、1918年に、津波沼町詐沼海岸に研究所を移転し、社名を伊藤飛行機製作所に改めた。育成した飛行士の中には、日本最初の女性飛行士である、兵道正や、日本航空輸送研究所を設立した、井上長一、民間人では、日本初の中外離を成功させた、山形と与太郎などがいる。 1923年に朝日新聞社が東西定期航空会を発足させると伊藤飛行機研究所は飛行機、飛行士を提供し民間定期航空運輸に寄与した。1930年に日本系飛行クラブを設立し奈良原光次を会長として軽飛行機の普及に貢献した。しかし1936年には長男の慎太郎を 墜落事故で失っている。伊藤は日本において民間出身の飛行家として成功した数少ない人物であったが、第二次世界大戦終結後は GHQ の航空禁指令を受けて航空会から引退し、元工場従業員の希望者らともに、エみ開拓農業共同組合として、千葉県印ン郡群山河村143コマの頭で戦後、開拓に携わって、 農場主となった。民間航空発祥の地記念碑もともと竹林であった、現地での開墾は困難を極めたが、組合の農地は後に新東京国際空港の建設予定地の一部として選定されることとなる。空港建設計画が突然決定されたことで、地元住民は困惑し、その一部が三里塚闘争に身を投じることとなるが、現地では、 伊藤ただ一人が空港が来たことを大歓迎し、新聞折込みで空港推進を訴えた。すでに農業は軌道に乗っていたにもかかわらず、伊藤は家族の反対を押し切って全農地の売却に同意し、新東京国際空港公団との用地、売却契約を最初に結んだグループの一人となった。その後は、 千葉市稲毛海浜公園にある民間航空発祥の地記念碑の混流に尽力した。1971年12月26日、自らの土地を託した成田海港を見ることなく、他界した。満80歳遺没。伊藤が書き残した日記は、平木国夫の著書で多用されている。日記は遺族から千葉市に寄贈され。 日本の航空誌の貴重な一時資料として日本航空協会によって副社の上アーカイブ化されている。ありがとうございます。